むかわ町のししゃも漁は今月1日から始まり、合わせて17隻の船が沖合およそ2キロの海域で操業しています。むかわ漁協によりますと、近年不漁が続いており、今年も1日平均で50キロ程度の水揚げだということです。全然、こんなの初めてだ。小さい魚いるから来年なんぼか楽しみあるかもしれない。ししゃも漁は例年11月中旬頃まで行われますが、資源保護のため今年は今月20日までだということです。